こんにちは、粟田洋介です。実は今私はアートセラピーの勉強中なんですけど、ちょっと前にそのことを SNS でアップしました。そしてそれを見た方が私に対してすごく興味を持ってくれて、応援のメッセージをくださいました。その方は絵を描く方ではないんですが、別のスタイルのアートを何十年もにわたって作り続けているそうです。でもその人の作品はその何十年の間に一度も売れたことがないそうです。誰も欲しがらないんだそうです。そしてその時私は思ったんですが、素晴らしいアーティストっていうのは素晴らしい作品を作る人であって、必ずしもその作品をたくさん売ることのできる人ではないんですよね。絵を描くことと絵を売ることは2つの違うコンセプトです。そんなわけで今日の動画では、作品を売ることと作品を作ることということについてお話ししたいと思うんですが、お話の結末は何かの正しい答えというのではなくて、作品を売るためのヒントであったり、アーティストとして作品を創作するにあたっての考え方の悩みだったり、心の葛藤だったり、そういった哲学的な意味で何かのヒントになるお話ができたらなと思っています。結構多くの人が絵が売れるようになるには、絵を描く練習をたくさんたくさんして、絵を描く技術とか表現力とかいろいろなことを練習して、そして作品のクオリティが高ければ高いほど売れる絵になる、そう思ってる方も多いと思うし、売れる絵であればあるほどその作品の値段が高くなればなるほど、その作品はいい作品で、それを制作しているアーティストはいいアーティストなんだ、そして作品は売れなければ売れないほど、値段が安ければ安いほど、それはいい作品ではない、いいアーティストではない、そう思っている人もいると思います。しかし、作品を売るっていうこと、売れる作品を作るっていうことと、クオリティの高い作品を作ることっていうのは、二つの違うコンセプトです。良い作品を作るっていうのは、アートっていう分野で、作品を売るっていうのは、マーケティングとか、そういう分野になります。国語と算数が違うように、マーケティングとアートっていうのは別のものです。だから算数ばっかり勉強して、国語の点数が良くなるかって言ったら、もともと国語を勉強しなくても、このテストに出てくる知識があったとか、もしくは算数を勉強してる時に、なんかその算数の問題に出てきた感じが、この国語のテストに出てきたとか、そういうことがない限り、算数だけ勉強してても、国語ではいい点数取れないですよね。それと同じように、作品作りばっかり一生懸命やっても、作品が売れるとは限らないということです。たださっきも言ったように、この売れるっていう要素を元から持っていて、それを表現した場合は、こっちを勉強しなくても、作品が売れるっていうことになるかもしれません。どういうことかというと、これがもうアーティストの魂だったとします。そしてこの中に売れる要素もちょっと含まれていたとします。このぐらい、そうしたら自分の魂から湧き出るものをそのまま表現して、この部分も表現できていれば、その作品は売れる作品になるってことです。しかしこの部分を表現しても売れない作品ですよね。でこの部分をどっか表現すれば売れる作品になる可能性が高いってことです。具体的に言うと、このアーティストは変なやつだったとします。変なやつだから、変な作品をいくら技術的に高く、そして表現力も高く、芸術性も高かったとしても、変だから人から理解されない。ましてやお金を出して買おうとも思われない。でも、この人が持っている売れる要素。例えば、この人の持っている要素がお化けだったとします。まあ、お化け好きな人いっぱいいるからちょっといい例えではないんですけど、もしお化けが好きな人なんてそんなにいなかったとしたら、お化けお化けのクオリティの高い作品をいくら作っても売れないっていうことになりますよね。だけど、お化けお化けじゃない要素も持ってたとします。例えば、可愛い動物の要素がここにあったとします。そして、もし可愛い動物が好きな人が、お化けが好きな人よりもたくさんいたとしたら、お化けお化けのこの人の要素で作った可愛い動物の作品、そういうものは売れるかもしれません。ですが、ここにはみ出た売れる要素があったとします。このおかしなアーティストの要素に、これは入っていません。
そしてこの売れる部分が風景画だったとします。で、この要素っていうのはこの人の要素には含まれてなくて、だけど技術的にはこの人はこの要素の作品作れちゃったとします。でもこの部分っていうのはこの人にとって自分じゃないんですよね。だから何かが足りない作品になるかもしれないし、人から愛されない作品になるかもしれないし、そういうことになるので売れない作品になるかもしれません。そしてこの人にとってここを表現していてもこれは自分じゃないので、もしかしたらすごくつまらなかったりすごく苦しかったりしてこの作品を作ることがですね、そして心の葛藤を覚えるかもしれません。俺は何やってんだみたいな感じで。でもこの部分が売れるかもしれません。売れる要素ですから。ですがこの人の要素じゃないんですよね。そして最初は売れて嬉しいかもしれないけど、だん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 心の葛藤を覚えるようになるかもしれません。なぜなら自分を表現してないのですごく辛くなったり苦しくなったりするかもしれません。それからたとえこの部分は自分の要素が含まれていても、この白い部分、自分の表現してない部分ですね、その要素を表現しないで偏ったことばっかり表現してると、それはそれで辛くなって、まあ心の葛藤とか悩みにつながっていくことなのかもしれません。だから売れるとか売れない関係なしで、この部分ちょっと表現してみるとか、もしくはこの白い部分だけだと売れないから、この白い部分とこの売れる部分両方合わせて表現するとか、そうするとちょっと変な毒が入ってるけど売れる要素も混じっている、だからもしかすると売れるかもしれないし、もしくはこういう風にちょっとはみ出して、そして自分が持っている売れる要素で売れない要素もちょっと、そして自分が持ってない外側の売れる要素ですね、そういったものもこうやってはみ出してやると、全部含めちゃうと自分も出してるし、ちょっとと無理して人からの評価とかね、売れるとか人からの評価とかっていうのを得ることができたり、だけど自分も出してるからなんか満足するとかね、この部分でもいいし、こっちの部分も混ぜちゃったりね、時にはこっちの部分を大きく取って、この部分とかね、この部分全然売れない部分、全然自分じゃない部分、両方合わせるとか、いろんな角度で書いていくと精神的に偏らなくなって、心の葛藤っていうのはもうなくなったりとかするかもしれません。まだこの部分残ってますよね。もういろんな角度で自分を表現しちゃう、そうなってくると満足できるかもしれません。例えば同じ人でも真面目な部分とふざけた部分を持ってるとか、まあすっごい人と変わった部分も持ってれば、なんかちょっと普通の部分も持ってるみたいな、そういう部分を両方掛け合わせて出していくと、まあ普通の部分は多くの人から共感されて、おかしな部分は個性になるから、ちょっと珍しい面白いものになるとかね。あとはもしもその真面目な部分っていうのが少ない部分だったとしても、おかしい人っていうのはいるから、おかしい人っていうのは少数派にいるはずだし、その少数派の人はちょっと変わったものを探してるんですよね。だからどこでどういう人に見てもらうかの工夫をするっていうことも大事になってくると思います。もしかするとそれが一番大事かもしれません。例えば写実主義が好きな人ばっかりいるところに抽象画を持っていったところで誰も喜ばないですよね。運が良ければ抽象画も好きだし写実画も好きだっていう人が混ざってるかもしれないし、ジャンルとかいろいろあるし、アニメみたいのが好きな人もいればシュルレアリズムみたいのが好きな人もいるし、なんか風景画みたいのが好きな人もいるし、いろいろですよね。音楽だってクラシックコンサートにロックミュージシャンとかラップミュージシャンが出てきて演奏したら場違いで、そんなのありえないってなるじゃないですか。そういうことも考えながら作品を販売していくといいのかもしれません。なんかね、ちょっとこれ形になってきたんで、これにちょっといろいろ付け足してなんか書いていこうと思います。ちょっとこれなんかまだ全然途中なんですけど、なんかだんだん面白くなってきたなって私は思ってきているんですけど、手が滑った。誰も欲しくないでしょそういうことなんです。でもこれに人が欲しがる要素を混ぜていけば、もしかしたら売れる絵になるかもしれません。
ならないかもしれません。それだけはね、私が決めることじゃないので、買うか買わないかは人様が決めることじゃないですか。だから私がどうこうできることじゃないんですが、私がどうこうできるのはどういう作品に仕上げていくかってことですよね。もうちょっと自分の個性を足していって書き足していくので、その間にちょっと考えていただきたいことがあるんですけど、それはあなたにとってアートって何ですか？そしてもしあなたがアーティストだったら、あなたがアート作品を作る目的っていうのは何ですか？もうすでに答えがある人もいるかもしれませんが、ちょっと書き足していきます。ちょっとここまで進みましたが、私はだんだん面白くなってきてると思ってるんですが、そう思わない人も結構いらっしゃると思うし、面白いと思ってくださる方もいらっしゃるかもしれません。でも書くとき結構頭を使ってますし、私は真面目にこれを書いています。ふざけてるかもしれませんけどね。で、さっきした質問ですが、あなたにとってアートとは何ですか？またアート作品を作る目的とは何かということでしたね。ぜひコメントで教えてください。そして私にとってアートとは何かと言いますと、その答えは何のためにアートを作るのかということになります。何のために作るのか、何のためにアーティストであるのかということに対して、いろんな考え方があると思います。なぜ絵を描くのか、絵を売るために描くのか。そうですね。販売のために絵を描くときは、絵を売るために描くっていう考え方もあるかもしれません。そしてそれがメインの理由の人もいるかもしれません。金が欲しいから絵を描いてるんだ、有名になりたいから絵を発表してるんだ、人から褒められたいから絵を見せびらかしてるんだ、そういう人もいるかもしれないし、それはそれで別に間違いじゃないと思うし、その人たちにとっては正しいことなんじゃないかと思います。まあ私にはわかりません。そしてその答えに私は正しいも間違いもないと思います。ただ私の場合は、絵が売れれば売れるほど私は嬉しいし、有名になって仕事がもうちょっと増えるかもしれないし、アーティストとしての仕事にプラスになるのであれば、それは有名になりたいです。人から褒められるのもとても嬉しいです。でもそれがメインの理由で、その手段としてアート作品を作るのかといえばそうじゃなくて、ただ私は絵を描くのが好きなんです。そして人に見せることも好きです。ちょっといろいろ話してて答えがまとまってきたんですけど、私にとってアートとは自分の人生の全部だと思っています。だから売るための絵も描けば、売れないかもしれないけど変な絵も描きたい、そして売れないとは分かっていてもその作品も発表する、いたずらもしないとおかしくなっちゃうもんね。だけど人生には真面目な仕事っていうのがあって、その部分でいたずらな自分を見せちゃいけないんです。だから作品を展示するときに、真面目な作品しか展示しちゃいけないようなシチュエーションの、そんな展示会のときは真面目な作品しか出さないんです。で、ふざけた作品はふざけた作品で、そういうのを出しても許されるところに出すってことですね。実は今話しててそのことに気づきました。私にとってアートとは私の人生そのもの。そう言いましたが、私のアートを作る目的は自分の幸せのためです。だから私は意識して私自身の幸せのために絵を描いているだけです。ですが、幸せじゃない人間に人を幸せにすることはできません。だから私が幸せになれれば、私は人を幸せにできると思うし、私が幸せにならなきゃ私は人を幸せにできないと思うし、私の幸せのために作った作品はみんなの幸せのためになると私は信じています。だから自分の幸せを先に考えていいんです。
だから自分の幸せだけのために何かをすることは悪いことじゃないし、いいことだと思っています。人を幸せにする行為だと思います。だけどさっき言ったお金とか有名になりたいとか褒められたいっていうのだけで何かをすると、自分も 100% 幸せになるのはすごく難しいと思うし、そんな状態だと人を本当の意味で幸せにすることも難しいことなのかもしれません。こんな感じの作品になりました。抽象画だったんですけど、わかりやすいモチーフを入れてみました。この作品が売れる作品になるかどうかはわかりませんが、猫とかお花っていうのは私自身の中にあるものの売れるかもしれない要素の一つです。お花と猫だから二つですね。私自身はすごく面白い作品になったと思っています。面白いと思うか面白いと思わないかは人の好みですし、だからこれはいいって自分で思っても多くの人にいいって思ってもらえないこともあるし、逆に自分でああこんな作品描いちゃった嫌だなーと思っててもその作品が多くの人から気に入られちゃう場合もあるし、わかんないんですよねそれってこの YouTube の動画も同じだし、人と普通に会話してる時も同じだと思います。なんか面白いと思って話したことが相手にとっては全然面白い話じゃない、むしろ不快な会話だったとかね、そういうこともありますよね。だから絵なんて好きなように描いたらいいんだと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。